お時間になりましたので、これより、ウルトラファブリックスホールディングス株式会社、2024年12月期、第2四半期決算説明会を開催いたします。本日はご多忙の中、決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。開催にあたりまして、各種お願い、ご連絡事項を申し上げます。本説明会は、決算報告の後、質疑応答のお時間を設けております。質疑応答は、コントロールパネルの Q&A 機能より、テキスト形式にて、16時40分までお受け付けいたします。16時40分頃から、質疑応答に移らせていただき、頂戴したご質問を読み上げ、ご回答させていただきます。お時間の関係上、すべてのご質問にお答えできない場合もございます。あらかじめご了承ください。なお、チャット機能は使えませんので、何かお困りごとがございましたら、Q&A 機能にてお知らせください。また、説明会終了後、3分程度のアンケートをお願いしております。ご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。次に、本日の出席者についてご紹介させていただきます。代表取締役社長、吉村昇。管理部長、加部隆。よろしくお願いいたします。取締役経営企画部長、高野美香の3名でございます。それでは、これより、2024年12月期、第2四半期決算について、吉村よりご報告させていただきます。皆様、本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。ウルトラファブリックスホールディングス株式会社代表取締役社長、吉村昇でございます。それではこれより2024年12月期第2四半期決算についてのご報告をさせていただきます。まず2024年度上半期の概況でございます。外部環境につきましては、まずプラスの要因といたしまして、円安基調が継続ということがございまして、相場はおおむね140円から160円の間で推移をいたしました。この結果として、円安のメリットというのが、弊社の円建ての売上高にメリットをもたらしました。また、業種別では航空業界が非常に好調でございました。今年も5月にハンブルクにおきまして、エアクラフトインテリアエキスポ、いわゆる AIX が開催されまして、弊社もパートナーであるタピス社と一緒にブースを毎年出しているんですけれども、こちらの方には、航空業界、今、サステナビリティへの関心が非常に高いということもありまして、過去最高の来訪者数、それから、航空会社を中心としたミーティングの数も過去最高という形になりました。こういったエアラインからの関心というものが、将来的なビジネスにつながっていくよう、やってまいりたいというふうに考えております。マイナスの要因といたしましては、まず EV 業界への逆風ということで、弊社の顧客の EV 車の販売の減速という形になって、マイナス要因として働きました。また、マクロ要因としては、弊社の主戦場である米国経済におきましては、高金利、インフレ、またオフィス市況の低迷というものが続きまして、こういった要因がオフィス、ヘルスケア向け、キャンピングカー、クルーザー向けの売上の低迷といったものにつながりました。また、先ほど円安につきましては、メリットのところでお話をさせていただきましたけれども、弊社の場合は、販売子会社がアメリカにございますので、こちらの販管費の円換算額が増加したということがマイナスの要因として働いております。
今年と上半期の外部環境につきまして、先ほどマイナス要因として EV の販売ということについて触れさせていただきましたけれども、今年は踊り場的な形になったのかなというふうに考えております。で、踊り場的な形になった一つの要因としては、車の販売台数の増加に対して、いわゆるその充電のポイントというのが十分に普及していないということで、EV の使っているお客様の方からですね、やや使いにくさというのを感じられたというのが一つの踊り場につながっていったというふうに考えております。ただ、こういった充電のポイント等につきましては、今後、社会的なインフラが拡充させていく、されていく流れというのは変わりませんので、そういった流れの中で EV の販売台数というのも増えていくだろう。それからそういった予測というのも世の中にありますので、中長期的な見通しに関しては変わらないというふうにしております。ただし、ビジネスの観点から言いますと、顧客ですとか用途など売上の収益源を分散化することによって、EV のマーケットの関するリスクというのの影響というのを低減してまいりたいというふうに考えております。それからオフィス市況の低迷についてですけれども、米国の不動産市況につきましては、皆様報道で聞かれている通り、非常に難しい状況、特にオフィス向けはです、非常に難しい状況にあるということが伝わってきておりますけれども、その背景として、先ほど高金利ということをお話しさせていただきまして、それは確かに一つの要因なんですけれども、やはりちょっと日本にいると、分かりにくいんですけれども、アメリカの場合は在宅勤務がですね、依然として一定程度継続をしているという状況があります。日本にいますと、ほぼほぼ在宅勤務というのがですね、出社型に切り替わってきたという印象があって、毎朝乗られる電車の混み方とかも昔に戻ってきたというふうな感想を持たれる方多いと思いますけども、アメリカの場合はこれがそういうふうになっていなくてですね、オフィスの空室率というのが、全体としてはコロナ禍前の12%台から20%程度以上にまで上がってきているということで、これが当面ですね、大きく減っていくというような見込みが立ちにくい状況にございます。実際に今、オフィス向けの不動産を持たれている方もですね、別用途に転換をする、住宅にするですとか、それから、老人ホームにするですとか、そういったことを検討されているという話も、多々聞きます。ただ一方で、やはり、会社の方としてはですね、できるだけオフィスに出てきてもらいたいということで、質の高いオフィスというに対する需要というのがございますので、こういった流れの中でですね、全体としてはアゲンストなんですけれども、やはり、質の高いオフィス空間というものに対するニーズというものをですね、うまく捉えて、弊社のプレミアム素材をですね、販売していきたいというふうに考えております。こういったことでですね、円安以外は厳しい外部環境は継続しておりますけれども、中長期的にはですね、市場が成長していくという見方に変更はございません。で、今年に関してはですね、先ほどから申し上げているような、既存ビジネスに関して、足元の売上伸び悩みというのが、航空業界を除くとですね、現れているということに加えてですね、数年前から取り組んでまいりました国内協力企業とですね、全体としての生産能力を上げていくという取り組みを推進することによって、生産能力が拡大をしたということがありました。なので、より積極的にですね、新しいビジネスを取っていこうということで、活動をしております。やはり昨年、それから特に一昨年はそうだったんですけれども、生産能力というのが非常に逼迫をしておりましたので、そういった中でですね、既存のお客様の需要に応えるのがいっぱいでですね、新しい用途を探しに行くという余裕がなかったというのが、現実としてあるんですけれども、そういう状況が改善をされましたので、新しい市場をですね、開拓していこうという動きを活発にやっております。で、そのヒット価格がですね、レジデンシャルアウトドアということで、弊社の場合は従来よりオフィス向け、それからヘルスケア向けが家具に関しては主力なんですけれども、これに加えてですね、レジデンシャルアウトドアをですね、開拓していこうということで、
専門のチームというものを立ち上げまして、部長職の管理職もですね、採用したと。で、今まで行ってたことのなかったですね、アトランタのアウトドアショーというものにも参加をしてですね、こちらの方では40を超える会社さんとのミーティングができたということで、新規顧客の獲得につながっております。また、アウトドア、レジデンシャルということでございまして、皆さん販売店に行かれる方もいらっしゃるかと思いますけれども、こういったアメリカ大手家具製造小売業者との契約というのも獲得をしております。今後この分野はですね、注力をして伸ばしていきたいというふうに考えております。それからエアラインに関しましてはですね、非常にお客さんの数が増えておりまして、先ほど申し上げた AI 以降ですね、非常にそのサンプルのリクエストも多く、またそれが実際のプログラムの獲得につながっているケースというのも出てきております。で、今、北米に関してはですね、多くのエアラインさんがそこに書かれておりますように、我々の製品を使っていただいておりますけれども、これをですね、ヨーロッパ、それからアジアという形でですね、広げていきたいというふうに考えております。それから EV 向けに関してはですね、やはり売上周期限の分散化ということでですね、お話しさせていただきましたけれども、欧州の EV 向け新規プログラムの獲得というものができておりますので、これは今年というわけにいきませんけれども、来年以降のですね、売上に貢献していくだろうというふうに考えております。先ほど航空業界で非常にサステナブルというのがですね、大きな話題になっているということで申し上げましたけれども、従前から申し上げているようにですね、我々としてはですね、ウルトラファブリックスというものをですね、サステナブルでプレミアムブランドとして確立をしていきたいということで、様々な取り組みをしております。で、現在ですね、群馬県の中田町に千代田工場というものを建設をしておりまして、ここは、あらゆるですね、サステナブルな設備をですね、導入していこうということで、ここに、その代表的なものがですね、この絵にありますような水の再利用システムですとか、水素ボイラーというのもあるんですけれども、一部、例えばですね、その他で言いますと、地下水を使ったですね、地下水というのは年間、一定程度、温度がですね、一定してますね、特にこういう暑い夏でもですね、水の温度そのものは非常に低いということで、こういったですね、地下水の冷たさというのをですね、空調に生かして冷房にかかるコース、エネルギーをですね、減らしていこうと、同様なシステムがパリのオリンピックでも選手村で導入をされているんですけども、こういったことも含めてですね、非常にサステナブルなアイディアが盛り込まれた千代田工場というのを今、建設をしておりまして、来年の頭から稼働をする予定にしております。それから、こういったそのプレミアム戦略の非常に重要な部分というのはですね、そういったそのプレミアムなセグメントでのですね、採用というのを増やしていこうということで、今年、ビジネスのサイズそのものはそれほど大きくまだないんですけれども、非常に好調なのが、ラグジュアリーホテルでの採用ということで、今はそこに写真がございますのは、ヒルトンホテルの内装の写真でございますけれども、その他、リッツ・カールトンですとか、さまざまなですね、リゾートホテル、ラグジュアリーホテルでのですね、採用が決まっていると。ということがございますので、こういった分野もですね、今後注力をしてまいりたいというふうに思っております。それからキャンピングカー、先ほど近隣の関係もあってですね、良くないということで申し上げましたけれども、我々が今まで主力としてきたキャンピングカーというのは、比較的ですね、小型な自走型であったりとかですね、それから牽引型であってもですね、比較的、小さなですね、ものが主力だったんですけれども、ここにありますような、フィフスオイールというですね、おそらく日本で見ることはまずない、とてつもなく大きな、一軒家みたいなですね、家のようなものを引っ張っていくような、もうこれは牽引型で、自走型ではないんですけれども、グランドデザイン RV 車というところのですね、キャンピングカーに採用されたということで、写真にありますように、非常に広々とした空間が、車内にございますので、こういったところでですね、使っていただけることによって、ビジネスを伸ばしていければというふうに考えております。
次に、2024年度第2四半期の決算についてご説明をさせて、いただきます。全体としては、航空企業がですね、全体を牽引したもののですね、まあ、マクロ経済的な要因で、全体としては非常に低調だったということ、それから一部、まあ、お客様のですね、製造販売の関係でですね、需要が落ち込んだ自動車向け等によってですね、残念ながら減収減益と、言った形になりました。個別に申し上げますと、家業につきましては、27億500万円ということで、前年比、まあ、109.5%ということではございますけれども、ほぼほぼ、まあ、為替の要因でですね、説明される円建てのですね、販売売上高になっておりますので、実際はですね、前年よりもあまり良くなかったと。いうふうにご理解いただければと思います。その中でもですね、先ほど申し上げた、我々プロジェクトものと呼んでおりますけれども、ホテル、レストラン、内装向けがですね、好調だったということが、一つの、まあ、明るい点かなというふうに、思います。から自動車向けに関しましてはですね、まあ、円建てでもですね、42億8000万円ということで、前年同期比マイナスと。いうことになりまして、要因についてはですね、先ほど申し上げた通りなんですけれども、まあ、従来型の我々のビジネスであるですね、シフトブーツ等のスモールパーツ向けは堅調に推移をしていたということはございます。航空機用につきましては、航空機、我々プライベートジェット、まあ、コーポレート VIP と呼んでますけれども、それからコマーシャル、民間航空機、この2つがございますけれども、この両セグメントともですね、まあ、好調だったと、特にこの上期はですね、非常に良かったということはございました。その他につきましては、キャンピングカー、クルーザー等ですね、やっぱり金利の影響を受けやすいセグメントが良くなかったということ、それから昨年はですね、トラックに関しては、規制変更の関係で駆け込み需要があったんですけれども、これの反動減と、それからそのアパレル等に関してもですね、良くなかったということで、全体としてはですね、前年対比約4分の3程度の18億円弱という結果になっております。売上としてはですね、上期については104億1000万円ということで、前年対98.5%ということで、基調予想が111億5000万円でございましたので、まあ、これに対しても見立つという格好になっております。売上総利益につきましては、まあ、円安効果というものもございまして、前年よりも7.1%良かったという格好になっております。一方で、販管費につきましては、アメリカでかかるコストというのがですね、かかりますので、こういった関係でですね、増えました。その結果として、営業利益としてはですね、16億2800万円ということで、前年対比90.4%、それから、基調予想比に対して77.5%と。ということで、未達に終わりました。当期利益に関しましては、昨年対比ですね、日本で上がる利益と、アメリカで上がる利益の、割合というのはですね、まあ、アメリカでより利益が上がるような形になりましたので、結果として実効税率が下がったということでですね、前年に対しては、プラス12.7%というふうになりましたが、基礎予想に対してはですね、95.9%ということで、ピタツに終わっておりますで。特にですね、まあ、販管費に関して、アメリカの反社の SGA が非常に、まあ、円建てベースでですね、増加をしたということを申し上げましたけれども、一つやはり自動車向けに関しましてはですね、自動車向け製品で求められる、まあ、高い品質基準というものを維持するために、かかるコストというのがですね、まあ、試験費用をはじめとして増加をしております。まあ、こういったものはですね、コントロールできないことはないんですけれども、まあ、車のビジネスをやる以上はですね、一定程度負担をしていかなければいけないということでですね、まあ、こういったものが上期に関してはですね、当初の想定よりもですね、増えたといった形になっております。続きまして、バランスシートとキャッシュローでございまして、まあ、主な項目を申し上げますと、まあ、現預金が、7億ちょっと減少したというのがございまして、まあ、この減少分とですね、関しては、借入金の返済に当てるといった形になっております。それから、有形固定資産に関しましては、
千代田工場の建設というのが今進んでおりますので、こういったものがですね、増えていっているといった格好、それから、のれん及び無形資産に関しましては、これはすべてドル建てになりますので、まあ、為替のですね、円安になった分だけ円建てで、増えたといった格好になっています。有利子負債についてはですね、千代田工場の建設にかかるコスト、あるんですけれども、まあ、そういったキャッシュローをですね、一部、税のですね、還付金で賄うことによって、有利子負債の増加というのはですね、一定程度、抑えられたかなというふうに考えております。まあ、キャッシュフローで見ますと、毎業キャッシュローがプラス15億、これが、まあ、先ほど申し上げた、税の還付金が中心になりますけれども、これを使ってですね、投資をしていったということ、それから現金でですね、借り入れ金を返済したということで、財務キャッシュローがですね、8億弱のマイナスと。といった形になっております。まあ、結果としてはですね、デッドエクイティレシオに関しては、まあ、ほぼ変わらない水準で、推移しているといった格好になっております。続きまして、通期の見通しということでご説明をさせていただきたいと思います。通期の見通しに関しましてはですね、修正予想としまして、売上としては204億円。営業利益としては25億、当期利益としては16億ということでですね、下方に修正をさせて、大変残念ながらですね、下方に修正をさせていただきました。で、この前提となる、要因としてはですね、まず、上期のですね、業績を圧迫した要因というものがですね、ほぼほぼ下期もですね、継続をすると。ということを一つの想定として置いております。もちろん、お客様の状況でありますとか、マクロ経済の状況、特に金利に関しましては、今、長いものを中心に低下傾向には入ってきているので、そういったものがですね、プラスに働いてくる可能性はなくはないんですけれども、現時点でですね、そういったものを我々の業績に織り込むところまでですね、状況は進捗をしていないというふうに判断をしておりますので、基本的にはですね、上期の様々な要因というものがですね、下期もそのまま継続するという前提に立っております。それから、為替レートの前提については、これは非常に、まあ、各社さん難しいところだとは思いますけれども、まあ、ドル円に関しましては、7月11日を境にですね、急速に円高が160円近いところから140円近いところまで、円高進行したと、まあ、その後110円近くまで円安が進んで、今、ちょうど、まあ、我々の下期の想定レート145円近辺にございますけれども、まあ、これに関してはですね、非常に予想するのも難しいという部分もございまして、今、ほぼマーケットレートである145円に変更させていただきました。ただ、まあ、こういった為替をですね、当初の基礎のですね、140円から145円に変更してもですね、やはり売上としてはですね、若干当初の予想よりもですね、下がっていくというような見通しを立たざるを得ないと。まあ、その背景としてですね、同じことの繰り返しにはなるんですけれども、家具用に関しては、上半期下振れの要因改善には収束せず、緩やかな回復にとどまるというふうに考えております。航空機に関しましては、上期が非常に良かったものですので、その分、下期は若干のスローダウンを想定しておりまして、通期ではですね、ほぼ気象の予想通りというふうに見込んでおります。自動車用に関しましては、第一四半期のですね、発表で、まあ、顧客の生産遅延というものがですね、第二四半期中に改善していくだろうというふうな見込みで、ご説明をさせていただいておりますけれども、やはりこれが後ずれをしているということがございまして、まあ、現時点ではですね、第3四半期の末から第4四半期までですね、後ずれをするという見通しで、予算を組んで、おります。で、その他に関してはですね、まあ、下期に関してもほぼ、まあ、変わらないというような、想定となっております。で、これがまあ売上なんですけれども、利益に関してはですね、やはり、全体としてその数量の減少というのが続くということもございまして、それからそれに加えてですね、
原材料というのもですね、まあ、輸送費等ですね、含めて上がっているということもございますので、売上以上にですね、利益の減少というのをまあ見込まざるを得ないということで、まあ、我々もですね、下期の予算を見直す中でですね、人件費ですとか、諸経費の削減というのも検討したんですけれども、まあ、十分に補うことはできなかったということでございます。で、配当についてはですね、現時点では特に決め事はないんですけれども、まあ、会社の方針としてですね、おおむね30%を配当成功としてですね、目処とするというご説明を今までさせていただいて、おる中でですね、通期の、純利益の予想というのをですね、下方修正をしているんですけれども、これに関しましてはですね、来期の業績、それから設備投資、キャッシュロー等をですね、これから来年の予算のプロセスに入っていきますけど、もう見過ごす段階でですね、検討し、まあ、修正する必要があれば、公表させていただく予定にしております。で、これが通期の修正予想なんですけれども、では下期、どういったことをやっていくのかということなんですけれども、まあ、中長期的にですね、まあ、我々がビジネスをしている市場というのがですね、拡大をしていくという見方にはですね、特に変更はございませんので、これに従ってですね、従来から検討しているですね、施策というのをですね、進めていこうというふうに考えております。まあ、その中でですね、パートナー戦略の拡大ということで、まあ、これまではですね、国内協力企業を中心にですね、パートナー戦略、で、特にまあ生産数量というのも、数量の額というのもございますけれども、品質管理体制の強化ということでやってまいりました。で、これに加えてですね、今後ですね、海外での生産に関してのですね、体制をですね、強化をしていこうということで、こちらの方に下期はですね、着手をしていく予定にしております。それから、足元株価が非常に厳しい状況で、まあ、我々としては上半期の決算がこういう状況でございますので、まあ、忸怩たる思いというのはございますけれども、まず一義的には業績を良くしていくということはございますが、先ほど申し上げた通り、まあ、今期に関してはですね、現時点ではあまり明るい見通しを持つことはできないというのが、まあ、現実でございます。で、その結果としてですね、まあ、予想 ROE というのがですね、まあ、ターゲットが15%ということを申し上げてますけども、まあ、9.4%に低下。で、これ自体がですね、株主資本コストをですね、まあ、下回るということでですね、エクイティスプレッドがマイナスになることを反映して、足元ではですね、PBR が1倍を割っているということになります。で、繰り返しになりますけども、まあ、こういった状況をですね、改善していく。まあ、一番重要なことはやっぱり業績を良くしていくことだとは思いますけれども、まあ、それだけではなくてですね、まあ、ROE 上昇に向けた収益の回復性だけではなくてですね、まあ、最適資本構成の議論というのを、まあ、取締役会でもする、また投資家との対話をですね、促進して、株価のですね、ボラティリティを引き下げていくことによって、株主資本コストを引き下げを目指していきたいということで、まあ、株価のですね、動向もですね、十分に意識をした経営をですね、してまいりたいというふうに考えております。少し早いですけれども、とりあえず私の方から以上になります。ありがとうございました。それでは、これより質疑応答に移らせていただきます。まず、最初のご質問を読み上げさせていただきます。御社の決算説明会のお話は、何年にもわたって聞かせていただいております。事業の強さに対しては、株価、時価総額での評価は高くない状態が長いように思いますが、御社としては何があまり評価されない要因だとお考えでしょうか。今後、抜本的に何かを変えるお考えはありますでしょうか。市場の評価を、まずは状況にあまり改善が見られないというのは、ご指摘の通りだというふうに考えております。で、それに対して、会社としてですね、
対策を打っていくことの必要性というのも感じておりますし、実際にまあ取締役会の中でですね、社外取締役等ともですね、議論をさせていただいております。まあ、ただですね、じゃあ何がその要因なのかということに関して言うとですね、なかなかそのピンポイントでここは問題なんだというふうにですね、絞り切れるというふうなことではなくてですね、まあ、特に、まあ、ここ、例えば5年ぐらいのですね、を振り返って、特にコロナをまたいだですね、状況を振り返ってみると、やはりその、業績のブレ以上にですね、まあ、株価のブレが上がる時もそうだし、それから下がる時もですね、大きいかなというふうに考えておりますで、もちろん業績に関してはいろんなファクターがありますけれども、2019年から2020年のコロナの一番ボトムだった時期がですね、2020年の売上というのはちょうど100億でございます。で、これをですね、2023年にはですね、200億まで持っていったということで言うと、まあ、売上も倍以上、それから利益に関してもですね、2020年はほぼ、ブレイクイーブンだったところからですね、25億近い純利益を上げるところまで、持ってこれたということで言うとですね、良くなってきている流れの中でですね、まあ、2024年がですね、まあ、いろんな意味で、まあ、踊り場的な意味で言うと、まあ、売上が減少してですね、まあ、利益はどうしても将来のその成長というのを目指していく中でですね、投資が先行してまいりますので、固定費が上がっていきますので、売上が若干減るとですね、利益はさらにですね、減っていくというような形になるので、数字的には非常に悪くなるんですけれども、そうは言ってもですね、通期の純利益で16億という予想をさせていただいておりますので、まあ、我々半期ベースで、四半期ベースで見てもですね、赤字を出しているわけでもなければですね、例えば5%の営業利益率とかですね、そういう世界でもない、そういうその、数字に、数字自体は業績も含めて上がったり下がったりするんですけれども、それ以上にですね、株価の動きというのがですね、まあ、激しくてですね、まあ、そこにはやはり少し、思惑的なですね、動きというのが、まあ、あるのかな。で、そういうことに対する対策としてはですね、できるだけそれを我々がですね、我々のビジネスモデルというものをご理解をしていただくことによってですね、中長期的には成長していくんですよということをですね、ご説明するように、まあ、努力はしてきたんですけれども、まあ、その努力がですね、やはり十分ではないのかなというふうには考えております。ですから、特に何年か、弊社のこういった説明会とか資料をご覧になられた、方、気づきになっている方もいらっしゃるとは思うんですけども、我々、あまり以前はですね、具体的なお客様の名前ですとか、具体的な用途ですとか、そういうものについては、あまり触れないような形にしてきたんですけども、やはりそれは、投資家の皆様、それから株主の皆様から見るとですね、会社のビジネスを理解するという意味では、やはり不親切な部分というのがあるのかなというふうに思いまして、まあ、昨年あたりからですね、かなりそういった、具体的にどういうふうに我々の製品が使われているのかというようなことですとか、それからマクロ的に市場環境を見るとどういうふうに見えるのかというような情報発信を、意図的に、意識的にですね、増やしてきてはいるんですけれども、まあ、やはりそれがまだ十分ではないのかなというふうに考えております。ですから、繰り返しになるんですけれども、我々はこのビジネスは今後伸びていくというふうに考えているし、伸びていくためにはですね、それだけのその生産能力でもそうだし、販売体制もそうですし、体を大きくしていかなければいけないんですけれども、そうすればするほどですね、今年のように売上がちょっと落ちてくるとですね、利益に関してはレバレッジがかかった形で下がっていくと。で、そういった状況が生まれたときにですね、いやいや、これは短期的にはそうかもしれないけれども、中長期的に見たときはですね、こういったものは必ず将来的な、利益の増加につながっていくんだというふうに、皆さんに、ご納得いただけるような説明をしていく必要があるというふうに考えておりますし、そういったですね、将来的な成長性というものをですね、十分に
に、感じていただけるような情報発信がまだ不足しているのかなというふうには思いますので、こういった点についてはですね、今後も改善を図ってまいりたいというふうに考えております。次の質問をお受けいたします。ご質問いかがでしょうか。まだお時間だいぶ残されているんですが、いかがでしょうか。それでは、ご質問もないようなので、ウルトラファブリックスホールディングス株式会社2024年12月期第2四半期決算説明会を終了させていただきます。なお、冒頭でも申し上げましたが、終了後、アンケートへのご協力をお願いいたします。この後、画面が切り替わり、アンケート画面が表示されます。アンケートへの回答をお願いいたします。本日はご参加いただきまして、誠にありがとうございました。